ようございます。2月16日木曜日の朝です。今日は冷え込んでいます。今日が寒さのピークというふうに私は思っています。今日さえ乗り切れば多分春へ一歩一歩近づいていくんじゃないかと思っています。今日もゆっくりと動いていきましょう。ではまずいつものように立っていきましょう。はい、この立って座るという動きで今日のご自分の状態をなんとなく分かるようになってきたでしょうか。はい、今日の動きは昨日の動きをちょっとだけ変えてやってみたいと思います。はい、右から後ろを振り返るチェックの動きをしてください。どこまで見えましたか？印をつけてください。右手の手のひらをおでこ、左手で右肘をそっと触ってください。そしてゆっくり優しく右肘を後ろに引いていったり戻ったりしてください。これ昨日やった動きですけれども、どうですか？昨日よりやりやすくなっているでしょうか？今日はこの動きをちょっと変えます。ゆっくり手を下ろしてダラダラ、右膝を前に出す動き、戻ります。この時に昨日は手を膝と一緒に前に出して、肩も一緒に前に出して戻る動きをしました。こういう動きですね。今日はちょっと窮屈な動きになるかもしれないんですけれども、膝を前に出すときに肩を後ろに引いてください。そして戻ります。手も一緒に、手は太ももを撫でて股関節の方に撫でてきてください。そしてゆっくり戻ります。膝は前、手のひらは股関節の方に動かしてください。肩も後ろです。そうするとちょっと動きが複雑になりますか？前に行きたい部分と後ろに行きたい部分、この胴体の中で動きが分かれます。でもその動き、お互いの動きを嫌な感じにならない、嫌な感じにならないっていうのはどんな感じでしょう？お互いがお互いの動きを理解して、このぐらいの大きさだったら嫌じゃないよねっていうところを探してください。小さい動きになるかもしれないですけれども、でもお互いが窮屈にならないようにしてください。息は止まっていませんか？はい、ではダラダラダラ、もう一度右手、手のひらおでこ、左手が右肘です。右肘を後ろに引いていくときに、
膝は前に行きます。体重は左のお尻にかかっていってください。で戻ります。呼吸止まっていませんか？楽な範囲で右肘は後ろ、重さは左のお尻、そして右膝は少し前に行ってください。混乱したら一旦ダラダラダラ、もう一度気持ちを楽にして力を抜いて、右肘は後ろ、左のお尻に体重をかけて、右膝は少し前です。首や肩に力が入ったと思ったらダラダラ、この鼻の後ろあたりからずっと尾てい骨までつながっている背骨を想像してください。背骨のどこら辺までがこの肘の動きに影響されて、どこら辺までがこの膝の動きに影響されていくでしょう。気楽にやってください。はい、ではゆっくりダラダラダラ、ちょっと休んでください。はい、じゃあ後ろに振り返ってみましょう。どうですか、この中でぐじゅ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 複雑に動きましたけれども、振り返りはとても楽になりませんか？はい、どうでしょう。今度左手でやります。まず左から振り返りましょう。チェックの動き、どこら辺まで見えますか？印をつけたら左手おでこ、右手左肘です。そしてゆっくり、何も考えずにですね、左肘を後ろに引いたり戻ったりしてください。体全体は力を抜いておいて、左肘が後ろに行ったり戻ったりしてください。体はどんな影響を受けるでしょうか？お尻は座面の上でどう動きますか？はい、では手を下ろしてダラダラダラ。今度は左、膝が前、肩は後ろです。左膝が前に動くときに手は後ろに、ももの上を、手のひらは股関節の方に撫でてきてください。そして戻る。優しく優しく、膝は前、手は後ろです。肩も一緒に後ろに引いてください。右側は何をしているでしょう？右側の肩は少し前に行ってますか？そして右膝はちょっと手前に行く感じになるんでしょうか？あんまり多くのことを考えると頭が固まってしまって拒否反応が起こるかもしれないので、気楽にお願いします。楽に楽に、膝前、肩後ろです。首や肩、腰あたりになんか負担がかかってるなと思ったら一旦ダラダラダラです。
で負担がかからない範囲、ほんの小さい動きでいいので動いてください。はい、じゃあ一旦動きをやめて、また左手おでこ、右手が左肘、左肘を後ろに引くときに右のお尻に体重をかけていきます。そうするとこの左肘の動きがとても小さくなるかもしれませんけれども、嫌じゃない感じ、呼吸が止まりそうになったら、あ、これはちょっと動きすぎかなと思ってください。楽に呼吸ができて、どこにも負担がかからないような動きだと、ほんの小さな動きになるかもしれません。それで十分です。肘が一番後ろに行ったところでストップしてください。そして頭を右左と動かしてください。この手のひらを滑るように頭を左右に動かしてください。首楽に、はい、ではゆっくり戻ってダラダラダラ。ちょっといろんな複雑な動きでしたけれども、どうですか？左を振り返ってください。この体幹の背骨、体幹周りが柔らかくなって振り向きやすくなったでしょうか。背中もきっと柔らかくなっているはずです。今日のこの寒さを体幹柔らかくして過ごしましょう。では立ちますね。立った感じもちょっとふわっと広がった感じがしませんか？では今日も元気にいきましょう。いってらっしゃい。